判断されますとシグナルが消えます。スタートラインは今コンクリートウォールに1人いる白い服を着たお1人の横がスタートラインという形になっています。このツインリンクも手入れです。最終コーナーから立ち上がってきました。 OK クラス第7戦決勝、今度はスタートが切られるか、どうだ、スタートを切られました。さあ佐藤蓮は、そしてその後ろのブリヂストン勢はどう動くのか。ホールショットは佐藤蓮、10番から後半も1コーナーから2コーナーをきれいに抜けてきた。3コーナータイヤが温まっていない状態です。しかしここは当たらない、さすがは OK。 そしてトップには野中聖太が浮上。さあ6コーナーそのまま、明らかに苦しいか、大外回っています。トップは野中聖太、2番手に佐藤蓮、3番手には高橋治之です。1台コースアウトという情報、三村か、なんと1台止まってしまった。カーナンバーは14番、これは誰だ、渡辺俊樹です。渡辺俊樹、クロックのカラーリングです。渡辺がストップです。さあ3コーナー、野中聖太が昨日の予選と同じように飛ばしていきます。2番手には佐藤蓮、3番手に高橋、三村は4番手に上がっています。三村宗太郎は4番手に浮上、5番手に武井、6番手に小川、7番手には三宅でしょうか。そしてその後ろからはダントツ勢も追い上げてきています。オープニング2周、トップ野中と2番手佐藤蓮とのタイムギャップはコンマ726、ファーストスラップは3番手の高橋治之が取っています。三村宗太郎もそれと遜色ないタイム。さあなんとブリヂストン、ダントップブリヂストン横浜という状況になりました。トップ45番手6番手争いは武井のインサイド、小川宗太入っていく。6コーナー、武井はクロスは取れません。小川宗太5番手入場。さあカーナンバー22番に対してボードが提示されたようです。井本大我です。白黒警告機が提示されます。ホームストレートオープニング3周終了しました。トップ2のタイムギャップはコンパ6、トップの野中聖太は37秒台、2番手佐藤と3番手の三村、こちらが36秒9というタイム。三村宗太郎もかなりいい、雨が降ってくれたら確実に俺が一転していた三村、ドライコンディションではありますが、まだ修正でこの路面コンディションの間、この時間帯に追い上げられるということか。複合上位陣は今のところ大きな変化はありません。トップ野中、2番手佐藤、3番手三村、高橋、小川、武井、その後ろには三宅、そして澤田真嗣が追い上げてきています。8番手まで追い上げてきました澤田真嗣、15番手スタートです。そこまでが第1集団と言っていいかと思います。少し離れまして9番手には宮下玄斗、10番手には玉木優子、その後ろに太田角之進、そして大久藤藤原道長というアドバンの2人が続いて、その後ろに白石優太、名取哲平は15番手までドロップをしています。そして朝日サードが16番手まで追い上げて、平川、吉村、上原拓人はかなり落としてしまいました。5周終了6周目、まだまだ序盤です。この序盤でファステストを取ったのは野中聖太、36秒650、しかしながら全く同タイムで佐藤蓮が周回しています。2人のタイムギャップはコンマ568、野中としては自分が頭一つ抜け出した時に他のドライバーが佐藤蓮を抑えておいてほしかったと思いますが、佐藤蓮そこは回避をいたしまして、現在2番手。あとはダントップのタイヤが性能を発揮するその瞬間を待つだけです。さあここに来て佐藤蓮6周目ファステスト36秒4、野中との間が明らかに縮まっていきます。トップ2のタイムギャップコンマ426、3番手の三村が遅れ始めました。というよりもトップ2が2番手の佐藤がそれだけ速くて間に挟まっていた中、前にぐっと縮まっていったからこう見えるという状況ですが、さあ中盤から後ろの BSJ も自己ベストをマークし始めた。ダントップ勢も自己ベストを次々とマークし始めています。さあどうなっていくのか。野中と佐藤蓮はコンマ3秒、3コーナー、佐藤蓮野中を捕まえます。3番手4番手は変わりません。三村は単独、橋、高橋の後ろから5番手小川、ここもちょっと変わりそうな雰囲気。その後ろ、三宅は単独、辰巳春人と澤田真嗣もテールツーノーズになりました。澤田真嗣のペースがいい。ホームストレート8周終了、タイムギャップはコンマ248、トップ2、1コーナーから2コーナーです。5人が突っ込みはできません。当たってしまったらフロントリアリングがずれて10秒のタイムペナルティが加算されます。朝日ターボは昨日の予選、それで今日のこの決勝、最後尾からのスタートとなってしまいました。それだけは避けたい。しかしながら今日の佐藤蓮は、たとえフロントフェアリングがずれたとしても後ろを10秒以上待ちすぎるぐらいの、それぐらいのアドバンテージはあると昨日話していました。休憩終了です。佐藤蓮の予測では10周を過ぎたらもう完全にダントップはブリヂストンを上回るであろうということですが、3コーナー入った佐藤蓮、それをクロスで返していく野中聖太、意地を見せます。それをまた6コーナーで入る。野中踏ん張れるか、インサイド入っていくがこれはダメ。佐藤蓮トップ入場。そして4番手には小川颯太が上がりました。小川颯太、高橋治之をかわしまして4番手に浮上です。トップ佐藤、2番手野中、3番手に三村、この三村の存在も気になる。三村宗太郎36秒859、インタイムです。さあアドバンもいってる。ダントップブリヂストン、アドバンがトップ3、 4番手小川、シリーズランキング2番手の小川、高橋をかわして前を追えるか。5番手高橋、6番手には三宅篤輝、そして7番手には澤田真嗣が上がりまして、8番手、こちらは宮下玄斗です。武井春人がちょっと苦しくなってきたか、ワンポジションずつ落としていました。武井複合で入ってくるが、結構みんなゴリゴリで入ってきましたけれども、バッシングには至らず、後ろから逆に大高久之に疲れて、大高久之に1コーナー入りたい。これはダメか、どうだ、うおー、ギリギリ、結局ギリギリのバトル。後ろからは玉木有効も来ています。玉木有効3コーナーで太田の後ろについていきます。この辺りはダントップ勢ですね。11周終了、12周目。さあ佐藤蓮がトップに立っています。その佐藤蓮に2度土をつけている名取哲平は今回タイトルはともかく予選から不調で、この決勝もかなり苦しい状況、17番手までドロップをしています。残り周回数はまだあと14周、トップ2はコンマ4秒です。さあ3コーナーから4コーナーのところでは今バトルが起きていますが、これは今ちょうどですね、宮下玄斗の後ろ9番手以降の争いということになります。大高久之進、大北、玉木、その後ろから朝日ターボ、武井春人あたりも来ているでしょうか。さあ今太田徳之進が抜けました。玉木有効、朝日ターボ、さあそして1コーナーに向かっていくところ、大きさに来た武井、コスミックドール2コーナーでフィニッシュ。これは残念。12番手、13番手争いをしていた2台が2コーナーで止まってしまいました。トップ佐藤でホームストレートに戻ってきます。14周終了、後ろとのタイムギャップコンマ6、1コーナーでは木旗が振られています。3番手には三村宗太郎です。三村宗太郎にとってはこの茂木は2年前ベンハンディが参戦をしたあの大会で1戦目は優勝、2戦目はベンの後ろで2番手セッターで、レーマーはシリーズポイント商店街なので1位というリザルトを残した、そんなコースです。そしてそこから遡ること数年前、BS を履いていた時にも優勝したそのコース、この茂木には絶対の自信がある三村宗太郎。雨が降れば勝てると言っていた三村、ドライコンディションではありますが3番手をキープしています。佐藤蓮、野中聖太、三村宗太郎のトップ3に4番手以降は今のところ追いついてくる気配はありません。4番手以降でトップ3に匹敵するタイムを出しているのは7番手の澤田真嗣だけです。したその沢田真二、前に今高橋治之がいます。そのさらに前には三宅篤がいます。複合近づいてくるこの6番手7番手争い、16周終了、残り周回数は10周、ホームストレートを通過していきます。1コーナーでイエローが撤去されました。さあこれで沢田真二、前の高橋治之に対して詰めていくことができます。5番手争い、三宅、高橋、沢田の3体になって今6コーナーへとアプローチをしていて、少し後ろには宮下健人、そして前回表彰台の太田角田氏、さらには最後尾から追い上げてきました朝日ターボです。この朝日ターボの最後尾は決してタイヤが2位で残っているわけではない、そこから追い上げてきています朝日。さあ沢田選手は複合で高橋治之をかわしていきました。沢田真二6番手に浮上、15番手スタートから上げてきました。さあ中盤から後半、ダンロップとブリヂストンとタイムが互角になってきました。佐藤蓮、昨日の段階では何台かは周回遅れにすると豪語しておりましたが、そこまでぶっちぎっていくという感じではありません。今のところはトップ通1秒345、3番手二村宗太郎は7秒3、4番手小川宗太は7秒2、そして5番手の沢田真二なんですが、さあ5番手に上がってくるこのパッシングをしながらも7秒2というタイムを叩き出しています。沢田の後ろには三宅、高橋、そして宮下健人の3体が複合へと入っていきます。ここに太田角之進が追いついてきたらまたバトルが激しくなってくるんじゃないかと思われます。最終コーナーから立ち上がってくる、19周終了、残り7周、トップ4は単独になりました。5番手以降がわからない、沢田真二はこの集団から逃げ始めています。6番手、ここのバトルが5台になってきた。さあ三宅、高橋、その後ろから宮下玄太、6コーナー入っていきます。宮下玄太が高橋治之がインサイド飛び込んで7番手に浮上、8番手に高橋、9番手太田角田氏に追いついた、10番手朝日ターボも追いついた、太田角田氏に複合を飛び込むイン側、高橋はクロスは取れない、ホームストレート太田角田氏にワンポイントアップ、後ろから朝日ターボ1コーナーで入るか、入った、朝日ターボもワンポジションのアップです。やはり最終は規定の大きなタイヤを投入してきた、ダンロップの方に優勢となってきたようだ。20周終了、残り周回数は6周、佐藤蓮はこのまま走り切りますとシリーズチャンピオンに王手となります。ホームストレート21周終了、残り5周、もうよほどのことがない限り大丈夫という圧倒的なアドバンテージ。2番手に1秒90の差を築きました。3番手三村宗太郎もタイム的にはちょっと苦しいけれども前に追いついていくことはできないけれども後ろに追いつかれるというほどのタイムの落ち方ではありません。これは三村も表彰台確実のものとしていけそうだ。4番手の小川はむしろ5番手の沢田真二、こちらが追い上げてきておりますのでちょっと苦しくなってきた。残り周回数4周、さあ4番手5番手争いが面白くなってきました。1コーナーです。さあ小川颯太踏ん張れるか、今シーズンはなかなか苦しんでいます沢田真二ですが、ここで太田角之進に対しましてプッシングの警告機が出されます。太田に対してプッシングの警告機です。さあそして沢田真二が小川颯太を捕まえた。沢田真二今シーズンは本庄の表彰台ただ1回複合入った。沢田真二複合飛び込んだ、ワンポジションアップ、4番手に浮上。さあ太田に対して白黒機が出されました。残り周回数は3周。さあそしてトップの佐藤蓮の前に周回遅れになるドライバーが出てまいりました。カーナンバー37番の渡谷弘明はああ、入りましたね。青赤旗が用意されましたが、再びここでレース終了です。フレームの開発のために毎年最高峰カテゴリーに出てきているワタタミ、24周終了というところで終了しました。さあ、トップ佐藤蓮、いよいよシリーズチャンピオンに王手です。2番手野中、3番手三村、もう表彰台のメンバーはほぼ確定。4番手には澤田真嗣が上がり、5番手小川颯太は後ろの大高クロッシンを抑えられるかどうかというところ。大高クロッシンはあと1周半、小川颯太をパスできるか。さっきプッシングの警告が出されていますから無茶はできないが、速さは明らかに大高クロッシンにある。複合、ここをもうためらいなく飛び込んでいく。大高クロッシン、最終コーナーから立ち上がってワンポジションがアップ。5番手浮上、6番手に小川、さらに朝日ターボも来ている。朝日ターボもトップ6入りになるかという、これがファイナルラップです。トップ佐藤蓮はもう最終セクションに入っている。後ろを3秒以上の差をつけて、さあ佐藤蓮がいよ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 シリーズチャンピオンに王手のトップチェッカー。佐藤蓮、この第7戦のガッツポーズは両手を広げました。2番手野中聖太、そして3番手三村宗太郎が4番手、サードチェンジ、5番手、大高クロッシン、6番